お、綺麗。これは綺麗やわ。ものすごい綺麗ですね。これセキュリティですか？セキュリティですか？黄色のセキュリティ。おお、これは綺麗やわ。セキュリティこの辺によく多いで。あの色がちょっと白い色か、青いっていうか。青い感じの色ですね。おお。セキュリティはまあ少ないかな。あるからゴミの上に乗ってんやな。あれ、あの上歩いてるのね、あれ浮いてるんですか、あれ。浮いてる、ゴミの上ある。ああ、そうなんですか。なんか食べてます、いっぱい。ああ、綺麗やね。仁徳天皇陵の堀でございます。ここでございますね、ここの。せわしいね、あなた。おお。難しいからね。お、これなんですか。これ二徳線乗るんです、これ。この広さですからね。はい。ここまでちょっと行ってみよう。あ、そこにも古墳があるんだ。え？そこにも古墳が。古墳はよくありますよ、そこに。そうですか。あの古墳、何時古墳ですか。古墳だらけ。古墳だらけ。古墳を飛んできまして。ありがとう。すみません。ほら、古墳があります、そこに。ほら、あの古墳取ってみましょう。ここは仁徳天皇陵ですかね。これ、この墳長は485m、まあ505m とかいろいろ言う人おるんだけどね。そこの倍長になるんやるけど、はい、古墳です。古墳なんですけどね。あ、これ公園だってなってないか。見た感じ円墳でございますな。入れますか？入れないね。お、カラスやろ。カラスもいますか？なかった。なんか食べてますか？ほれ。またカラス怒ってるか。この仁徳天皇陵の横やんで、ね、小さいと思うんやるけどね。お、看板があるぞ、ここに。看板違うかね。違いましたね。あ、そこにほら、史跡。何て言うんだろうな、修塚古墳。どうも円墳みたいですね、これね。まあ入ったらあかんということになってますが、これ一応ね、ロープ張ってあるからね、やめておきましょうか。なんて読むんでしょうね。これは前は入れたんやろな、これ。ああ、ほら、看板がある、看板が。これ読まれんぞ、サミスカとは。サミスカ、ここ。どうなってんだ、これ。ホタテ貝型。まあ。二つ買い方やから、まあ、遠方公園風やね、現在地。墳長が59m、60m か。こうあったわけね、こっちにね。あ、こっちがもうね、何もなくなってます。こういう感じでね。60m ぐらいあったんです。まあ、そこそこ大きい。ねえ、仁徳天皇陵は大きすぎるからね。周囲を含めると1キロぐらいあるからね。